グッドモーニング YouTube。今日は多摩総合医療センター城谷先生によります、リーナルコンプレッションという概念のお話、お願いします。お願いします。白谷です。リーナルコンプレッションっていう、なんかあんまり聞き慣れない単語のレビューがあって、ちょっと読んでみました。ちょっとさらっとしてるんですけど、お願いします。まあ、皆さんご存知の通りで、腎障害っていうのは心不全患者の予後不良に利してやるということは分かっていて、これ2000年の JACC ですが、まあ、あるコホートから心不全の人を集めて、で、何があると予後不良かっていうのを見ると、クレアチンクレアランス60以下未満の人っていうのは60以上の人と比べて、まあ、予後不良っていうことが、まあ、言われています。で、じゃあ、腎臓に、まあ、血を流せばいいのかって、まあ、なかなかそう単純なものではなくて、むしろ、うっ血が、まあ、その後の腎臓の予後等を影響するっていう論文が、まあ、結構パラパラ出ている。左の図を見てもらうと、CVP ですね。まあ、静脈圧の一つの指標である CVP が、EGFR と逆の相関を示していると。あるところを境に、まあ、低下していくと。で、それから、右の図を見てもらうと、カーディアックインデックスよりも CVP の方が RO-C 曲線の、まあ、極面化面積が大きいということが言われていたりしますということは言われています。ということで、今日のテーマですけど、まあ、腎鬱血って何で起きるのかみたいなところをちょっと話すような、まあ、レビューになっています。で、これは腎臓の、まあ、左が、まあ、模式図になりますが、もちろん真ん中に腎臓があって、で、一つ、線維被膜っていう、まあ、硬い膜があって、その周りを、脂肪と、それから、副腎が包んでいる。で、さらに、その周りに、ゲロタ筋膜っていう、なんか、まあ、国史以来のワードがありますけど、まあ、それが包まれて、で、腹腔につながっていくみたいな、そういう解剖になってるみたいです。で、一部、大動脈から腎動脈、腎静脈っていうところの、出入り口があって、そこには、線維被膜やゲルタ筋膜が、まあ、介入しないゾーンがあるみたいなのが、一応この、まあ、解剖の図式になってて、で、それを、すごく簡単に示すと、まあ、こんな感じで、真ん中に腎臓があって、で、二つ膜があって、まあ、三つの空間にこんな感じで色分けすると隔てられてるみたいな、そんな感じになってるみたいですね。で、それぞれの場所がどうやってその内圧が上昇するかみたいなところを説明していくんですけど、まずこの真ん中の赤いゾーン、腎の実質の内圧上昇です。で、まずこの心不全の状態では、血管内圧が上昇して、まあ、臨界点に達すると体液はまあ間質に出ていくっていうのは、まあ、なんとなくイメージしやすいと思います。で、この線維被膜っていうのはさっき言った通りですごい硬い組織みたいで、伸び縮み全然しない組織みたいです。なので、腎臓の内圧が上がると、まあ、その周りを囲む線維被膜っていうのは全然、伸縮しないので、そのままダイレクトに腎臓の圧力を上げていくっていうことになるみたいですね。じゃあ、その周りの筋膜ってのは何の目的で筋肉がついてるんですか？いやもう全然すいません、わ ですね。これ、ゲロタ筋膜ってのは筋肉の膜だから、筋肉を覆う膜なわけですよね。だから筋 肉そうでがすどね。こにあるんですかね？なんかあるんじゃないですか。なるいほや、ど。もう、すいません。それに関しては、本文中には何も記載がないし、僕もそれ以上の知識何もなくてすいません。わかんない。とりあえず、ゲロタ筋膜ってあったなって思ってもらえればいいんじゃないでしょうか。とにかくそのもっと中には線維被膜という伸び縮みしない硬い膜があって、その中の、容量が増加すると圧が上がっちゃうっていう話なんですよね。そうですね。その外側については今回は全く言及してないということですね。まあ、なんで筋膜なのかとか、この膜がどういう性的役割を果たしているみたいなところは何もないです。まあ、はい。これをきっかけに各自調べてくださいということですね。各自調べてください。今回言いたいのは、まあ、3つの空間に分かれますっていうことだけわですかりね。ました。はい。で、これラットのモデルで、確か CVP かなんかを遮断したときに、腎血流がどう変わるかみたいなのを、エコーで見たやつだったと思うんですけど、左がコントロールで右がそのコンジェスション、まあ、つまり CVP を遮断して腎鬱血を起こした時の、まあ、腎血流を見たものなんですけど、目立つのは、これ、
赤色がよく血が流れてて、赤色がよく血が流れてて、で、紫になればなるほど血が流れてないっていうことになるんですけど、このコンディションの方を見ると、この真ん中のところがすごいパープルになってるんですね。で、ここら辺っていうのは腎髄質で、皮質よりも髄質の方が CVP が上昇すると管理不全を起こしやすいっていうことを、このハートベッセルの論文は言いたいっていうことです。で、この腎髄質っていうのは、尿細管が入ってて、重いですね。で、腎皮質っていうのは子宮体が入ってて、要するに、ミクロのレベルで見ると、うっ血を起こすと子宮体よりも尿細管が障害されやすいということを、示したエコーの図になります。で実際、ヒストロジカルにこの組織を見てみると、左が結殺する前、IVC を結殺する前、で右が結殺した後の、プレパラートっていうか、なんですか、病理像で、でこの OPN とか KIM って全く聞き慣れない単語に関しては、なんか尿細管の障害マーカーですね。なので、これが茶色になれば、この組織図が茶色になればなるほど尿細管が障害されてますということで、簡単に考えてもらえばいいんですけど、それぞれ結殺前、結殺後を見ると、この茶色っていうのは、著しく結殺後に増えていて、要するに、尿細管の障害のマーカーっていうのが IVC を結殺すると非常に増えてますということを言いたい図になっています。なので、先ほどのエコーと同じことが、ちゃんとその組織を見ても起きてますということになります。よりなんていうか、毛細血管が髄質に多いから、結構潰れやすいという理解でいいんですかね。なんでかってところまでは、ちょっと言及がすいませんなくて、ひょっとしたらそういうことなのかもしれませんし、ちょっとわかんないですね。単純に内側にあって、なんか血が入りづらいとか、なんかそういう幼稚な考察をしてましたけど、なるほど。ちょっとなんでかよくわかんないです。で、これ以前の GCO でも出したことがあるんですけど、あと、うっ血で特徴的なのが、腎静脈の血流が滞ってくるというところで、この B、C、D っていうふうに色分けしてますけど、ABCD っていうふう、BCD っていうふうにアルファベットが進めば進むほど、静脈の圧っていうのが上昇してきて、そうすると、だんだん腎の拡張器の血流っていうのが滞ってくるっていうことを、示した図になります。B が一番その、腎静脈圧は低くて、コンティニュアスにフローが出ている。でそれが、CVP なり、静脈圧が上昇してくると、だんだんこう小山が2つになってきて、これを英語でバイフェージックパターンっていうみたいなんですけど、こういうふうにこう途中でこう途絶する瞬間が出てくる。でさらに、静脈圧が上昇すると、モノフェージックパターンといって、もう拡張器の血流がほとんど見られなくなるみたいなことが、起きてくるってことが分かっています。で、この3群に分けて、その後の、予後を解析すると、見事にきれいに3つに分かれるというところも、実は分かっていたりします。なので、今僕が言った3つのその論文っていうのを、漫画でも式図にしたのがこれになっていて、腎うっ血をきたすと、腎の皮質、ないし子宮体よりも腎の髄質の尿細管の方が障害を受けやすいっていうのが、左の図ですね。こんな感じで、右がうっ血した、左の図の右側がうっ血した図ですけど、もう尿細管がふにゃふにゃになっちゃった。で、さらに、3つ目にお示した論文の通り、腎静脈がかなりそのうっ血の、血流で、血流が悪くなるというところは言われてますので、通常状態であれば、こういうふうに静脈、動脈ともにこうコンティニュースなフローが得られているところが、うっ血をきたすと、だんだん腎静脈の血流が悪くなりますということが分かるというところで、心不全による腎うっ血をきたすと、一番最初、内側にある腎臓の中っていうのは、こういうダメージを受けていきますということが、小まとめになります。これ、すごく分かりやすい感じがするんですけどね、一つ、その矛盾を感じるのは、うっ血というのは静脈の圧が上がることだと思うんですよね。そうすると、
そう簡単に2番右側みたいに静脈潰れるのかなっていう疑問が発生するんですが、僕も全く同じことは考えてですね、うん、でもまあ、理屈はちょっと分かんないんですけど、まあ、事実としてのこの論文が出てるわけなんですよね。これって要は静脈の鬱血が上昇すればするほどなぜか腎臓の静脈はこう潰れていくっていうことをちゃんとエコーで証明しているので、解剖学的になんでそういうことが起きているかっていうところはちょっと分かりませんと。これは静脈の圧波形ですか？上が動脈で下が静脈なんですね。あ、なるほど、なるほど。でそれを見ると、やっぱりこう、静脈圧はやっぱどんどん減るっていうことがやっぱり言われてるみたいなんで、なんでこういうことが起きるかってちょっと分かんないですけど、もしかすると、漫画ではこういうふうに潰れてるように書いてますけど、実は潰れるんじゃなくて、単純にその帰ってくるところの圧が高すぎて、こういうフローになってるだけなのかもしれない。潰れるっていうよりも、パンパンになって滞ってるみたいなイメージなのかもしれないですけど、ちょっとそれ、どっちか分かんないですね。やっぱり圧が、上がるから、間質性漏れ出して、そのある特異点を超えると、そのパンパンになった間質に押しつぶされるというフェーズが来るのかもしれないですかね。そうですね。多分、まあ、僕が見た範囲では、実際潰れてるところっていうのは、出してる論文っていうのは確かになかったので、うん、そうだよね。まあ、ここはひょっとすると想像なんじゃないか。でもさ、その何か間質への、その漏れる水の供給源っていうのは静脈なはずなので、自分を押しつぶしてるのに、さらに水が外に漏れ出ていくっていうのは、まずない気がしますけどね。そうですね。いや、先生の言う通りかなと思います。あとは一応、これから説明しますけど、はいはい、あともう2層あるんですよね。だから、こういうところがこう腎臓をさらに潰す基準があるなら、まあ、もしかするとこういうことが起きるかもしれないかなと思います。はい。はい。じゃ次に行きます。色分けした2層目ですね。腎臓の、まあ、腎周囲圧っていうふうに、まあ、直訳したんですけど、パラリーナルスペースみたいな感じですかね。でここは主に脂肪が占めていて、まあ、こういったところの体積が増加すると、まあ、腎周囲圧が上昇すると言われています。で実際、まあ、すごいニッチな研究ですけど、この腎周囲の脂肪が増加すると腎機能が、まあ、どうなるかという研究はされていて、この PUFT っていうのが、この腎周囲の脂肪を、まあ、MRI かなんかで評価したやつなんですけど、それと EGFR をがどれだけ相関性があるかっていうのを見てみると、まあ、こんな感じで優位差を持って、PUFT っていうのが、まあ、多ければ多いほど、EGFR が低かったっていう研究がなされています。で、他にも高血圧とか動脈硬化とか糖尿病の発症とも関連があるというふうに言われています。で、この、まあ、脂肪がなぜ腎障害を引き起こすかっていうところを、まあ、いろいろ説明して、その後言ったんですけど、やっぱり物理的に圧迫するっていうことの他にも、まあ、脂肪組織がこれだけ腎周囲についていると、ラス系が病的に活性化されて、まあ、その影響で腎臓に長期的に悪影響を及ぼすっていうところであるとか、それから脂肪細胞が脂肪が引き起こす、TNFα の上昇で、交感神経が活性化されて、まあ、ラス系の活性化や交感神経活性が直接、まあ、腎臓に長期的に悪影響を及ぼすみたいなことが、書かれていました。で、この線維被膜に通常まあ、腎臓っていうのは守られていて、外圧には強いっていうような、まあ、いうふうに考えられてるみたいなんですけど、ここをよく見ると、実はここに動脈と静脈の穴が開いていて、ここの空間っていうのを腎動っていうらしいんですけど、この腎動っていうところの脂肪組織に関しては、直接腎の実質に、まあ、圧力を加えることができるゾーンみたいですね。で、この腎動っていうところの脂肪が蓄積すると、まあ、直接その腎鬱血、腎内圧が上昇して、腎の管理量が低下するっていう研究も、まあ、すごいニッチですけど、なされているというのがこちらの図で、この RSFBATK っていうのが、腎動の、まあ、脂肪の量になっていて、で縦軸が EGFR ですけど、こんな感じで逆相関が優位差を持ってありますっていうような研究もされています。最後に、腹腔内圧の上昇ですね。このゲロタ筋膜の外側は、腹
風内になるんですけど、まあ、この内圧が上昇しても、まあ、良くないって話をします。でこれもまた同じように研究はなされていて、このイントラアブドミナルプレッシャーって8がカットオフらしいんですけど、まあ、8あるかないかで SI のセラムクレアチニンを見てみると、アブドミナルプレッシャーが低いほどセラムクレアチニンは低かったですというような研究、これ心不全の方の研究ですけどされていて、利尿薬なんなりを使って、このイントラアブドミナルプレッシャーっていうのを、減らしていった時に、セラムクレアチニンが変化するかどうかっていうのを見ると、まあ、性の相関があったということが示されていたりします。で、まあ、このイントラアブドミナルプレッシャーを減らす手段として、まあ、通常は利尿薬が使われるみたいですが、もう心不全のせいで直接腹水が出ちゃってる場合は、その腹水を抜くとどうかみたいな研究もされてるんですけど、見てみると、まあ、N がすごい少ない研究で5人しかいませんが、腹水を潜視した前後でインタラブドミナルプレッシャーとそれからクレアチニンを見た研究ですが、この白いバーが、抜く直前ですね。でこの斜線のバーが抜いた後ですけど、腹のやつはやっぱり当然下がって、でさらにクレアチニンも有意差を持って下がりましたっていう研究もあったりするようです。で、肥満でもこの腹のやつっていうのは上昇するみたいで、まあ、減量の手術とかすると、この、圧っていうのは減少するみたいなんですけど、まあ、この、減量手術っていうのが、心血管の転機を改善したっていう後ろ向きのコホート研究が、まあ、存在する。これはちょっと紹介して、これをちょっと載せてみたんですが、まあ、ハートフェイリアであったり、コロナリアーテリーディジーズであったり、脳血管疾患であったり、ネフロパチっていうのは、多変量解析調整後でも、心血管、天気の改善と関連していましたっていう研究がされていたりします。でここまでその腎の、まあ、いろんなスペースの上昇とそれに伴う腎予防の、まあ、悪化みたいなところを話していったんですけど、ここからは、まあ、短いですけど介入の話で、じゃあどうするのかっていうこと。ちょっとその前に心不全の人っていうのは腹腔内圧っていうのは上がってるもんなんですか？あ、そう、全員が全員上がってるかどうかっていうところはちょっと僕もよく覚えてないんですけど、上がってる人に関してはこうやって下げるといいっていう研究がされてるって感じ。腹水が出てると、まあ、なんとなく腹腔内圧が高いのは分かるんですけど、みんな心不全の人みんな腹水が出てるわけではないので、肥満の人と、まあ、腹水がある人以外の心不全の人っていうのは、腹腔内圧は高いんですかね？ですね、今回は載せなかったというか、まあ、すごい難しい図だったんで載せれなかったんですけど、なんか、まあ、いろんなこう、なんていうんですかね、こう腹腔の、腹腔内臓器の、静脈圧の更新から、まあ、いろんな交感神経の活性化であったり、そのホルモンを介して何だかんだして、最終的にその腹腔内圧が上昇するっていうのを示した図は載ってたので、多分そういう記事はあるんだと思います。薬あるなしに関わらず、腹腔内圧が上がるとその太い腎静脈、中心静脈に合流する腎静脈のところがに、圧がかかって、で腎臓のなな実質の圧が上がっちゃうっていう理解でいいんですか？それとも腎道を介して直接上がっちゃうんですかね？なんかそこはちょっとファジーに書かれてて、なんでそのここまで影響を及ぼすかっていうところはちゃんと書いてないんですけど、うん、まあ、両方の影響があるのかなっていう感じですかね。腎臓の圧力が上がるっていうふうになんか書かれてますね。はい。はい。確かにそれはなんでだろうっていうのは改めて考えると思うところです。で、介入のところで、このデカプサレーションって書いてあるんですけど、要はその、この多分2層目の被膜ですね。これをカプセライズされているところを取り除くっていうことだと思うんですけど、まあ、それに光が当たりつつありますっていうふうに最後締められていて、実はこのデカプサレーションっていうのは、なんか論文を引いてみると、なんか1970年とか、そこら辺からある研究みたいで、まあ、古くからこういうのってどうだろうっていう検証はされてたみたいなんですね。でただ全然その後は廃れていたものが、まあ、ここに来てまた脚光を浴びつつある。さっきどれだけその尿細管が障害されてるかみたいな図を最初の方に出したと思うんですけど、実はあれ続きがあって、肥膜除去を
した後に、したマウスに対して結殺するしないっていうのを、実は被膜除去なし群、あり群に比較をしていて、これ見てみると、まあ、この茶色っぽい感じっていうのが、多少被膜除去した後だと少ないんです。なので、被膜除去した後ならば、腎鬱血に多少まあ耐えられる機構ができるみたいな、なんかそういうことを示した研究が実はこの論文でした。で、過去には、人工透析とか抗菌薬、僕これ知らなかったんですけど、抗菌薬過量などで腎障害に対しての介入が試みられてたんですけど、まあ、それはもう効果がないということで伝えてしまっていたんですが、まあ、ポーニヒコのデカプサレーションっていうのに、まあ、光が足りつつあるというふうに書かれていました。で、ちょっと待って、どういうふうにやるの、人間、人だったらどういうふうにやるの。すいません、これもですね、イーズがなくて、いや当然気になるところだと思うんですけど、なんかぐちゃっとした、まあ、これ、すいません、各個人個人でちょっと画像とか見てもらうと出てくるんですけど、でも実際やれるんですね。なんか動物にやってる画像とかは結構、それはまあ分からんでもないんだけど、ジェロータ筋膜の中に入ってって、繊維被膜を、まあ、カツ入れるなの、除去するなのってことをやるんですよね。おそらくそ。かなり収集的で、どのタイミングでやるのかっていうのはすごく難しいの。まあまあ、考え方としてはね、光が当たりつつあるんですかね。はい、光が、はい、光が。スポットライトって書いてありました。はい、まあ、かなりモロハの通勤だとは思うんですけど、まあ、一応こういう概念はあると。で、まあ、心不全では、まあ、今言ったような、ジッタンポナーデとも言えるようなことが起きている可能性があるというふうに締めくくられていて、腎臓を包む腎皮膜というのは非常に硬くて、圧力が上昇しても最初に言ったように膨張しないと。CVP の上昇というのは、皮膜に包まれた腎の髄質、皮質、それから腎内静脈、糸球体の腎構造を圧迫していくと。過去に心不全に対して腎動脈に対する介入っていうのはされていたんですけど、まあ、これは無効である。イギリスをサンプルで出してますけど、2010年のニューイングランドでは腎血量を増やす、ロロフィリンっていう薬をプラセボと比較した、ADHF のトライアルをやってますが、まあ、効果はなかったというようなことが、まあ、上がってますが、腎血に対する治療目標となるっていうのは今まで、まあ、されたことがないということで、まあ、これに対する介入をもっと考えていこうということで締められていました。これすごく分かりやすいですね。腎タンポナーデっていう言い方が非常に分かりやすい感じがしますよね。そうですね、まあ、パンパンになってますと、そこに対する介入を、はい、まあ、今後考えていきましょうということで締められました。おしまいです。はい、ありがとうございました。新しい概念の、レビューでしたかね、腎、リーナルコンプレッション、腎、まあ、というよりも腎タンポナーデっていう概念だというふうに思うんですが、まあ、今まで分かっていたことは CVP が高い患者さんっていうのは腎臓が悪くなる可能性、確率っていうのは高くって、で心不全の患者さんっていうのはやっぱり CVP が高くなる。でそれによって、糸球体のろ過量がやっぱり減っちゃう、まあ、回らなくなるってことですかね。そうすることによって、まあ、AKI が出やすいなんていうことが言われてましたし、腎臓の心不全患者さんに対する治療中に腎臓が悪くなっちゃう人っていうのは、入ってくる輸入細動脈側の問題よりも輸出細動脈側の問題の方が大きいんじゃないのかなっていうようなことがもうすでに言われていたわけですが、まあ、それの、説明する概念としてやっぱり線維性皮膜が伸びない、でそこに間質の浮腫があるとやっぱりコンプレッションが起きちゃう。それが腎タンポナーデであって、それが糸球体よりもより影響を受けやすい髄質の尿細管障害を引き起こしてしまうというようなお話でございましたね。で、それに対する介入っていうのはなかなか難しいけれども、その一つっていうのは繊維性皮膜に対する介入で、もう一つが何だっけ。主にそれですね。主にそれですね。はい。なるほど。なんていうか、すごく、その、侵襲的になるし、どこまで、どういう患者さんにやるかっていうのは、極めて難しい問題ではあるとは思うんですが、やっぱりそういう概念を我々理解するっていうことが大事かなということですが、まあ、ただ、やっぱり、その、利尿薬だけだとなかなか、これ、まあ、解決できない問題なのかもしれないですよね。そ
うですね、うん、犬剤使ってもダメな人たちに対して腹水抜いたらこういう結果があるっていう、うん、あのなんていうか AKI とか、まあ、WRF っていう概念であくまでクレアチニンの上昇だと思うんですよね。その場合ってあのやっぱり普通はあの子宮体に対するその影響、子宮体の機能不全なんじゃないかなっていうふうに思うんですが、今回のお話を聞くとどっちかっていうと髄質の尿細管障害メインというお話でしたけど、そこの乖離についてはどうですか。そもそも WRF が、まあ、その何て言うんですか、腎臓に対して何が起きてるかっていうことを、うん、ちょっと言葉とまとまらないですけど、その WRF が起きてるときに腎臓何が起きてるかってちゃんと説明できてるのって多分そんなにないと思うんですよね、うん、なので、まあ、そういう意味でその、まあ、乖離がなぜ起きてるかっていうのはちょっと今説明が難しいんじゃないかなっていうのが一つと、確かに今その心臓を治療するときの腎予防をあの尿細管のマーカーで見る研究っていうのも増えてはいるので、むしろそっちに今後スポットライトが浴びていくかもしれないなっていうのはちょっと答えられてるか分かんないです。見るとですね、やっぱりその右側の腎臓がこうパンパンで押しつぶされてるっていう状況で動脈の影響が少ないっていうことを考えると、子宮体に入ってくる血流よりも出ていく血流の減少の方が大きいので、そうすると子宮体のやつは上がるので見かけ EGFR は上がる気がするんですけど、でもあので動脈圧と静脈圧の差分が基本的にはその分かるようになると思うので、はい、その動脈圧は変わらないけど静脈圧は上がっている状態では分かる量は減るっていう計算になるんじゃないかな。あ、なるほどなるほど、はいはい、圧の差だから入ってこないっていうことか。そうですそうです。あ、なるほど。つまり静脈はどっちかというと太い方が圧が低いし、動脈は太い方が圧が高そうなのかな。まあそうですね、まあ、太い細いの議論だけでいいか分からないですけど、うん、要するにまあ圧力の差がその EGFR を規定する人って重要な因子になる。分かりました。あ、そうですね。高田先生から、たくさんの膜に包まれているから腎臓がやられやすいんですかねという質問。いや、多分あのこれ勝手な妄想ですけど、うん、まあ、あの多分、現代ではあのむしろそのハームになる点が、まあ、この2つの膜のせいで多いのかもしれないんですけど、むしろこのなんていうか文明が発達する前はそれだけ腎臓がダメージを受けやすい臓器で、うん、これだけの膜で守られていることで、まあ、むしろ恩恵を受けてたりとか、うん、まあ、そのむしろなんていうんですかね、ですね、まあ、水がその飽食の時代である前はむしろその腎臓にいかに血流を流すかっていうことが多分大事だったわけで、そうですね、そのなのでまあそこらの鬱血みたいなのが全然問題にならなかった時期が多分その動物の死の大半だったと思うんで、まあそこら辺のそう名残っていうか、そこら辺のまあなんか文明が発達して、まあ、そのせいで困ったことがここに来て起きてるみたいなふうに僕は勝手に思って。なるほどなるほど。ガブッと噛まれた時に筋膜と繊維膜で覆われてるからそう簡単にやられないという。やられない。やっぱ肝心なところは守る。肝心なところ、肝臓そんなに守れてるかどうか分かんないですけど。分かんないですけど。確かにそういうことかなって思います。ああ、なるほど。それはそうかもしれないですね。もう一つ、心不全に伴う肝障害、脾臓障害は起こりうると思うんですが、まあ、いつもそんなにないですよね。でどっちかというと腎臓が多いですけど、その理由は何かスペキュレートできますかという質問ですけど。いや、あのそんなことはなくて、肝臓とか脾臓もそのやっぱり血行動態の変化によって、まあ、あのダメージというかその何かしらの影響を受けてはいるみたいなんです。で、まあ、その多分腎臓の方が多分血流の影響をもろに受けやすいんで、まあ、その採血のマーカーとかですごい見やすいんじゃないかなと思うんですけど、結局そのそれはなぜですかという質問なんですけど。ああ、なるほど。それはなぜか、うん、だって同じその中心静脈圧が上がるんであればね、あの肝臓とか脾臓とかっていうのが障害を受けてもいいんじゃないですかということですよね。あ、なんでだろうね。手厚く膜で守られちゃってるからなんですよね。逆にね。逆に。ああ、なるほどね。いや、面白いですけど。すいません、もう全然科学的じゃないんです。いや、でもそれ確かに大事だと思うんですけど、その
なんか心臓が悪いと腎臓が悪くなるみたいなことはよくありますけど、肝臓 のトランスアミナーゼが上がってくるのってかなり、まあ、右心不全が強くて中心静脈圧がかなり上がって高い場合ですよね。はいはい、うん、だから必ずしもこうパラレルじゃないというか、肝臓は、まあ、二重支配っていうこともあるのかもしれないですけれども、まあ、腎臓がやっぱり分かりやすいんですかね、白谷先生よりね。確かに、そこになんで差を、うん、ね、動物は産んだのかみたいなところは、ひょっとするとすごく考えると楽しいというか、面白いのかもしれないです。うんうん、心不全の患者さんというのは必ずその静脈圧が高くなっているんですか、それともそうでもないんですか。でもまあ基本的に高くなってるんじゃないですかね。静脈、まあ、肺静脈節に圧が上がることが多分定義上は大事なんですけど、まあ、そういう人はやっぱり大半が CVP まで上昇していくってことじゃないかなと思います。うん、時間経過によってってことですよね。そうですね。はい、わかりました。塩橋先生が全然分かんなくなっちゃってるみたいなんですけど、腎静脈の鬱血、まあ、腎誤性の、まあ、腎静脈の鬱血っていう感じなんですかね、が原因で、腎臓が悪いから鬱血が起きているような時もありますか。なるほど、腎性の腎鬱血っていうのはありますかっていう質問ですね。あり得る。悪いから鬱血が。炎症みたいな感じですかね、そうすると。炎症で、こう間質の浮腫が起こって、腎臓自体でこう静脈をコンプレッションしちゃう場合がありますかっていうことですかね。ありえるんですかね。確かに腎周囲の組織の炎症のせいで血が入ってこなくなるみたいな、うん、ひょっとするとあるかもしれないですね。腎周囲というよりも腎臓ないかもしれないですけど、腎炎、あ、そうですね、うん、なんか間質腎の間質の炎症って、まあ、例えば、まあ、感染とかなんですかね、ちょっと分かんないですけどね、薬剤性とかなんですかね。まあ、ちなみになんかすいません、一応僕の意見ですけど、この腎静脈が鬱血になるのは、多分腎前性の鬱血っていう定義上は言うんじゃないかな。要するにその腎臓に血が入らなくなるのが、多分腎前性の腎障害だと思うんですけど。それ腎臓に血が入らなかったら静脈側に回らないから鬱血にならなくないか。まあ、腎臓を管理する血液が少なくなるのを腎前性の腎障害って僕言うのかな。はいはいはい、それは腎障害はそうですね。その場合はだから鬱血なんですかね。鬱血すると要は腎管流量が減るので、うん、そうだね。そうすると腎前性っていうふうに言うのかなって僕。あ、そう、それはそうですよね。だから、それっていうのはあくまで、まあ、うん、尿管が潰れてる状態を言うのかなって、なんとなくですけど。尿管が潰れ、腎誤性っていうのは、はい。あ、いや、それはそうそう、もちろんそうなんですけど、腎障害というよりも、うっ血ということにおいて考えると、まあ、腎前性の腎うっ血っていうのはあんまり考えにくいですよね、だから今の話でいくと。で、もしかしたら腎性の、鬱血っていうのはその腎臓のダイレクト その間質の炎症なんかがあるともしかしたらありそうだなと思うんで、今回の話っていうのはイメージ的には腎誤性だから腎臓のもう出てった後およびまあその尿細管っていうのを、まあ、子宮体誤っていうんですかね。あ、はい、子宮体誤性っていうのが分かんないですけど、まあ、そっちの鬱血が起こってるっていう理解でいいんですよね。そうですね、はい、うん、はい、ありがとうございました。柴先生、それで納得いただけましたでしょうか。腎機能いいなら腎静脈が鬱血する前に尿で出るんじゃないですか。いきなり腎静脈の鬱血から腎機能低下なので、多分そのいきなり上がっちゃうのは心不全が原因だっていうことですよね。徐々に上がってなったら腎臓で代償できるかもしれないけれども、うん、やっぱりそういった意味での、心筋連関というか、心臓がやっぱり突然、まあ、かなりな勢いで静脈側の圧力が上がっちゃうと、それに、腎臓が対応できしきれない場合に腎臓が悪くなるという、そういう理解でいいですかね。そう思ってました。なるほど、はい、分かりました、ありがとうございました。ということで、今日はいろいろな、まあ、観点からあんまりその普段考えたことがないですね、繊維性皮膜とかジェロータ筋膜を、人類創生の
時まで遡ってですね、考察していただきましたけれども、まあ、リーナルコンプレッションということで、一体腎臓のうっ血は何なのかということをですね、まあ、少しみんなでディスカッションしてみましたということで、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。